はい、皆様、これオスメスわかるでしょうか。はい、皆さんわかりますでしょうか。僕これはメスだと思いますね。兄弟サポーカー終了でございます。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。いきなりですがじゃんけんグ、香川県なんですけど、ちょっと新型コロナのね、感染がなんか収まってないんですよね。なので、僕自身すごく注意して生活しております。皆様もくれぐれもね、リバウンド等ありますのでね、十分ご注意して過ごしていただけたらなと思っております。さてさて、私、この3日間ほどですね、年休というものを取っておりました。有給休暇ってやつですね。仕事をしてるとですね、必ず年間5日間は年休というのを取りなさいとなってるんですけど、まあ僕結構忙しくて、なかなか取れず、最終的には年度末3日間、まとめてごそっと取ってちょっと帳尻合わせた感じです。でも年休しながらですね、実は仕事なんかもやっておりまして、はい、まあまあいう感じでございますね。結構忙しかったなと、ここのところ思っております。さてさて、じゃあ今日の本題に入っていきましょう。じゃじゃーん。これです。まずはこれやります。これフォルスター二股クワガタ、亜種の西の、幼虫ちゃんですね。2例ぐらいになってるのかな、まあ、そんな感じ。3月ね、4日に割り出しをして、これは多分捨てる予定のやつから出てきたやつですね。3と救出したやつです。まずこれをね、ボトルの方に入れていきましょう。おお、うまいことなんか、ピサの社長のようになっちゃいました。まずはね、生存確認。無事だといいんですけど、ね。まあ、無事だと思います。2例になったとこか。まだ結構ちっちゃいですね。ちっちゃい。まだ2例になったとこですね。今回はオスメス判定やめておきます。はい。ということで、800ボトルの方に、まあ、パコッと入れちゃいましょう。よいしょっと。ちょっとね、ちっちゃいんでまだね、ぐりぐりとこう。開けまして、ここにこう、ポンと入ってもらおうかな。はい、そして、このマットこうね、入れる感じですかね。これで双子。今まで自分がいたマットなんでね、まあその辺はちょっと安心してもらえるかな、というところで。はい、これを3匹とりあえず、やります。あ、これは大きい。これは大きいですね。ああ、そうでもなかった。はい、まだまだ二例ちゃんでございます。よし。プリンカップ、ね、情報書くんで載せときます。こんな感じ。あ、元気。ここいますね。よし。はい、こちらも二例でございます。やった！はい、これで、3ヶ月から4ヶ月ぐらい経過するまでこのボトルで過ごしていただきます。でその頃にはですね、もうオスメス判定して、次の交換では、1300ボトル、オスは。で、メスは800ボトルで、交換する感じですかね。だからオスメス判定をすると。そういう感じですかね。はい、まあ、後半部分はね、実はその3ヶ月、4ヶ月ぐらい前かな、に、餌交換してるフォルスターいるんで、そっちのね、オスメス判定とボトルチェンジ、これしたいと思います。はい。ちなみにね、使ってんのはマットですね。フォルスターの場合マットでいいかなと。これは、あれですよ。北斗さんのブナマット、クワガタマットですね。これかなりでっかくなるんでね、おすすめでございます。はい、じゃあまあね、後半戦。4ヶ月ぐらい経ってる子たち。これの餌交換をやっていきましょう。では今日も頑張るぜ。さあ行くぞ。じゃじゃーん。この子たちでございます。これ全部で8ボトルあるんですけど、12月13日に交換してますので、1、2、3、3ヶ月半ぐらいですか？うん。それぐらいのもんかなと思います。まあ、頃合いかなと。はい、結構大きくなってると思いますね。だいたい、そうですね、10ヶ月
ぐらいからオスは羽化、メスは8ヶ月ぐらいから羽化かな、そんな感じなんでね、今回は全然間に合うかなと思います。今回が最後になるか、もう一回餌交換あるか、そんなところじゃないかなと思います。では餌交換していきましょうか。はっ、よいしょっと。はっ、坑道を作るんですよね。こうやって穴を掘ると、そんな感じのタイプです。で、穴を掘りながら生活をするんですね。居住空間を増やすような感じで生活します。こうね、あの穴もね、なんかこう丸い穴を掘るわけじゃなくて、こうトグロを巻くような感じで、結構複雑な穴をね作りますね。ほら、出てきた出てきた。お、これも三例ですね。はい、行きましょう。お、出た。はい、皆様、これオスメスわかるでしょうか。これはね、オスだと思います。今ちょっとね、口からね、警戒のための黒い汁を出してるね。これに匂いするんかな。これでね、敵を寄せ付けなくする感じなんですけど、こちら、これはね、メスじゃないね、オスですね。はい、なんでオスかっていうと、卵巣がないからです。はい、頭の大きさなんかちっちゃい気もしますが、とりあえず、ね、オスかな。まあ、とは言ったものの、やっぱり、毛数と掘ってから考えてみましょう。ね。これいきます。降りました。降りました。ここです。さあ、出てきていただきましょう。この子、あ、なんかこれちっちゃいな、これ。これメスじゃないかな。はい、ご覧ください。ここにね、こう、白いのがこう、ポンポンとついてるでしょう。これが卵巣と呼ばれるものですね。うわ、こばえろ、こばえろ。まあ、ということで、これメスですね。はっ。よし。あ、メスっぽいですね。大きさ的にも。はい、この子も、卵巣、あ、ここに卵巣、なんか上の方ですけど、卵巣があります。これメスでしょ。うわー、噛む噛む。メスですね、これはね。いや、これはでかそうだぞ。これ絶対オスだわ。これこそオスだと。うわ、逃げて逃げてね。あっと、出た。あ、これはでかいわ。あ、これはオスだわ。これはでかさ的にもう絶対オスだわ。あいあい、間違いなくオスでございます。ね、なるほど。だいたい分かってきたぞ。よし、分かってきたところで、オスはオスのボトル、1300ボトル。で、メスはメスで800ボトルの方に入れていきましょう。はい。よいしょ。ね。いやー、分かってきたね。はい、やっぱこう、やってみないと分かんない。あ、で、噛んでる噛んでる。分かんない部分ありますよね。はい。まあ、これぐらいの大きさだったらね、もうこう、穴開ける必要もないかなとは、一応思うんですけど、まあ、念のためにね、ちょっとこう穴をね、こう軽く開けて、こうね、入っていけやすい環境は作ってあげようかなというね、ところですかね。はいはい、ごめんごめん。怒ってますね。よし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 。まあまあ別にする必要も特にないかなと思いますけどね。で、それぞれがいた、自分のね、マットをかけてあげます。これでまあ、いい感じでしょう。あとはまあ、こう、お任せでね、ほら、潜っていってるいってる。お任せで行きましょう。ね。頑張るんだぞ。はい、豆の方もちょっと調子出てきましたね。ちょっと静かにしててくれてね、動画撮りやすかったんですけどね。豆ルリハの豆くんがね、また例によって僕も混ぜろみたいな感じでね、こう、泣いてます。はいはい。よし。まあ、こんな感じでしょう。はい、メスは800ボトルですね。体重測るの忘れたんですけど、まあ、オスは10グラムちょい、メスは10グラムいかないかな。7グラムとか、そんな感じじゃないかなと、予想します。はい。まあ、もう一回土星餌交換来ると思うんでね。そのまま、入ってもらいましょう。よいしょ。いやー、豆ちゃん調子出てきたね。めっちゃ泣いてる。豆。あ、わかったわかった。後で遊んでやるから、ちょっと待ちなよ。結構ね、豆噛むんですよね。ガムガムね。噛んでくる。
はい。よし。さあ、残り3頭ほどですね。頑張って交換しましょう。出します。ラスト3頭。これはね、これはね、これはメスだろ。あ、これはメスですね。わかりますかね。ここに、卵巣がね、見えてます。はい。ということで、メスですね。見えましたでございます。こうやって行動を作ってるんですね。はい。出ましょう。ラスト2頭。今、オスメス半々。あと、オスメス半々だと嬉しいな。はい。どっちだろう。まあ、卵巣ありますね。映ってますね。はい。ということで、メスです。卵巣結構ね、普通に見ても、誰でもわかります。なので、まあ、そんなに心配はないかなと。そんな感じですね。さあ、いよいよ最後っすよ。オスであってほしい。どうでしょう。行きましょう。お、あー、これオスだろう。来ただろう。これは間違いない。これは間違いないわ。トグロ巻いてますね。いい子いい子。はい。間違いなくオスでございます。このデカさ間違いない。最後一応参考までに測ろうか。今日一番大きい子ですね、これ。予想 13g 飛びました。行きましょう。えい。12.8、6? 12.8 だね。あー、もうちょっとだった。あ、でもかなりいい線ついてますね。やっぱ僕、毎回幼虫ばっかり見てるから、大体なんか分かっちゃうというね。やってたらみんなそんな感じになりますので。はい。別に特殊能力でも何でもないです。はーい。うまいこと半々で出てきましたね。今日のところは。素晴らしい、素晴らしいね。よし、ちょっと穴開けてね。結構片詰めしてますんでね。クワガタなんで。まあでもこう自分でこう開けながら入ってきます。だいたい菌とか食ってますから。クワガタの場合はね。問題なく、自分で穴開けて入っていきます。きっかけさえ与えてあげたらね。まあこれ乗せるだけでもいいんですよ。別にね。穴開けなくても。はい。ということで、これで、兄弟サポーカー終了でございます。やった!お疲れ様でした。はい、まあ、いうことでね、まあ、オスメスも分かりましたね。うん。まあ、でも、いつもこんな感じですよ。大体もう完全に分かるタイミングだと、もうあれなんですけど、このタイミングで見ると、ちょっとやっぱ迷ったりもしますね。これも完璧ではないんですけど、まあ、今日のところは多分間違いないでしょう。はい。これ、慣れです。慣れ。慣れます、みんな。やったら。じゃあ、今日はこれでお別れです。またよかったらコメントで感想お願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。